お米の話しますね。でこれ見てください、炊き上がり。でこれ私の炊き方でも何でもないんですよ。電気釜までスイッチ入れるだけだからね。まあ水の量は多少ありますけどね。でこういうふうに米立つでしょ。これねお米がいいんですよ。でこういう米じゃないとダメなんですよ。だから美味しいですねこれね。実は食って美味しかったからこれどこの米って聞いてすぐ買いに行ったんだけどね。でまあ要するにこれですよ。これわかりますかね、こう立つっていうのが。はい、何でも立たなきゃダメですね。はい、よろしく。